こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日は、日付で言うと8月28日です。今時間は、夜の9時過ぎなんですけども、はい、今日は、言ってましたように、ワクチンを受けてきました。モデルナの方でね、打ってきました。まあ、うちに行った時の様子は、別の動画でね、上げてるんで、まあ、そっちを見てもらったらいいかなと思うんですけども、打った時は全然痛くなくて、で、しばらくしてからも全然痛くなかったんですけども、まあ、ちょっと重たくなってきたなっていう感じです。打ったのが10時過ぎに打ったので、まあ、12時間は経ってないですけども、まあ、そろそろ、12時間経とうかという頃になると、まあ、ちょっと、痛んでます。でね、なんか熱っぽいなと思ってね、熱を測ってみたんですけども、なんと、36.6 分。36度6分です。見えますか？はい。おかしいな、熱が出たと思ったんですけどね、あ、とうとう熱が来たかとか思ってね、ちょっとワクワクしながら測ったんですけど、全然平熱なんですけどね、おかしいな、熱っぽいなと思ったんですけど、1回目測ってね、36.6 度6分やったんでね、いや、これは何かの間違いだということで、もう1回測ったら、今度は36度5分かなんかね、また下がってしまったんで、まあ、3度目の正直ということで、3回目測ると 36.6 度6分、最初と同じ数値が出ました。ということで、どう考えても36度6分が正しい数値だと思います。ということで、残念ながら熱は出てなかったんですけども、まあ今日ね、まあ今日はさすがに、早めに寝ておこうかなと思うんですけども、何せ明日はベータでライブですからね、多分、ベータでね、ライブの、途中で昨日ワクチン打ちましたみたいなネタで喋るんだと思うんですけども、まあもし明日熱で出たらね、まずそれでね、一ネタかまそうかなと思ってますので、はい、ということでね、まあワクチン打ちましたが、まあとりあえず無事ですという動画でした。はい、本当にね、ワクチンね、最初は打たんとこかなとも思ってたんですけどね、まあふと考えてね、別に打ってね、何か不具合が出てもまあ大したことないかと思ってね、まあその時はその時かと思ってね、でやっぱり周りでもね、打ってない人がね多かったんでね、今はちょっとね増えてはきてますけども、それやったらまあどっちかというと一番乗りしてこんなんやったって言ってろうかとかね、思ったりとかしてます。まあワクチンがいいのか悪いのかっていうのはね、ちょっと難しいとこだと思います。まあ以前からね、まあコロナでは、まあ日本においてはそんなにワクチンを打つほどでもないっていう、まあ、死んでるね、亡くなってる方の数から言うと、ワクチン打つほどでもないっていう意見とかもあったんですけども、まあ、ちょっと最近増えてますし、まあ、ワクチンを打つことで重症化を防ぐっていうのはね、もうある一定のレベルでは、そうだと思います。いつもね、テレビとかね、例外のやつだけね、引っ張り出してきて、どやこや、どやこやとか言いますけどね、まあ、そら例外はありますからね、まあ、概ね聞いてるんであれば、概ね聞きますからね。まあ、そうやったら病床がね、重症者の病床が、空くと思いますんで、まあ、万が一かかった時もね、まあ、軽症ならまあそれはそれでいいかとね思ったりとかしてます。まあ、あとはね、ワクチンを打つと、インターネットで支配されるとかねなんかものすごい陰謀論がありますけどね、ちょっと会場でも言いましたけどね、ネットにつながるらしいので、ぜひ 5G を内蔵した体になりたいなと思うんですけども。まあ、そんなわけはないやろっていうのはね、まあ、さすがにね、わかりますよね、それは。今の科学技術で無理でしょう、それはね。まあ、将来は知りませんけど。まあ、いろんなね、デマもいっぱい出てますけど、まあ、はっきり言って何が正しいかわからない状態です。なので、あえて打ってみようかなと思ってね、打ちました。まあどうなるかっていうのをね、また報告したいと思いますので、まああくまでもね、こうなりました、ああなりましたっていうのはね、俺の場合はということなので、
やっぱ個人差も大きいと思います。周りで売ってる人のね、話とか聞いてもね、やっぱり熱がバーって出た人もいれば、俺みたいに、出る人は当日バーって上がっていくっていうんでね、もうそろそろ熱が来たかと思ったんですけどね、全然熱がなかったんで、残念なんですけども、ネタにならへんなと思って残念なんですけども、だからまあ人によっていろんな症状あると思います。ボブさんも全然当日はちょっとだるかったけど次の日まあ普通ですよってこの間言ってましたからね。だからまあ俺もそれに近いんじゃないかなと思います。はい、まあ個人差が多いことなんでね、あんまりなんかね、自分は重症化するんじゃないかとか不安にね、思わなくても、重症化というか何ていうんですかね、副作用が強いんじゃないかとかね、思わなくても、まあ、強い人は強い、弱い人は弱い、もうそれだけのことだと思います。まあそれはある程度ね、差があるのは仕方がないんで、そこはね、もうごちゃごちゃ言わないでおいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、聞くとこによるとね、インドは、集団免疫を、7割獲得してるとか言ってますけど、何十万人死んでるという話も聞きましたが、まあ、人口はもともと多いですけれども、まあ、それだけの命とね、代償を払って、獲得した集団免疫ということで、まあ、日本では無理だろうなと思います。まあ、それはね、まあ、お国柄もありますから、なんとも言えませんけども、まあ仕方ないですね。もう、ただね、みんな忘れてると思いますけどね、もう、もともと武漢から始まったことね、この武漢ウイルス、武漢肺炎ですからね、それはしっかり思い出しといてほしいなと思うんですけどね。もうすぐ北京オリンピックありますけどね、みんな忘れてると思いますが、武漢から始まってますからね、まあ北京オリンピックなんかまずできんやろなと思います。まあシノバックとかね、なんか中国製のワクチンは全く効かないという、まあ水だというね、噂も聞きます。まあ噂というか、実際増えてますから、各国が使うのやめてますから、まあそれは噂ではなく事実なんでしょうね、効かないのはね。まあそんな国がね、オリンピックなんかできるのかっていうのはね、すごい疑問なんですけども。まあ中国ならね、オリンピック期間、お前ら退去って言ってね、そこを無人にするとかね、北京の周りを無人にするとか、まあそういうこともね、やりそうな気もするしね、まあ感染者がいたとしても感染者はゼロとか言い切ったりしそうですしね。まあむちゃくちゃやるのが中国ですからね。まあ、はっきり言ってね、そんなジェノサイドの国家がやるね、オリンピックはもうオリンピック憲章から外れてますから、まあやらないようにということでね、ぜひ国会議員の皆さん頑張ってほしいなと思います。まあその代わりに札幌と長野で素晴らしい競技場がたくさんありますから、北京オリンピックの代わりの世界大会をバーンとやったらいいんじゃないかなと思います。なんかね、以前もモスクワのボイコットですかね。まあなんかいろんなね、そう政治的な判断でボイコット、したとき、オリンピックにね、ボイコットしたときは必ず世界大会をやってるそうです。代わりの大会を必ず用意するというかね、なんかそういう慣例があるみたいなので、まあ札幌と長野でしたらね、まあ日本人は優秀ですから、もう決まったら早いですからね、まあバーッとやってくれると思いますし、まあ観客は多分、まあこの流れだと日本でやっても入れないと思いますから、まあ競技場だけね、しっかり整備してもらったら、国際大会はね、もうバッチリできると思いますんで、まあそっちの方がいいかなと思います。ということで、ワクチンの話からまた中国の文句になりましたけれども、まあ武漢肺炎っていうのをね、皆さんもう一度思い出しておいてほしいなと思います。ということで、武漢肺炎に負けないように頑張りたいと思います。まあ来月また2回目のワクチンもね、打ちますし、まあ今後どうなるか、明日どうなってるのか、明後日どうなってるのかっていうのをね、また動画で上げたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺にしておきます。それでは、バイバイ。